こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ムンジェイン大統領の任期があと少しと迫っており、就任からの功績で韓国が崩壊へ向かっていますが、大統領退任後に数々の疑惑に対して当局から捜査のメスが入るようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ムンジェイン大統領が現政権に対する積弊清算捜査の意思を明らかにした国民の力のユンソクヨル大統領候補に向かって謝罪を要求した。大統領選挙を控えて中立を守ってきたムン大統領が直接立場を明らかにしたのは異例的だ。ムン大統領は参謀会議で、ユン候補は中央地検庁検察総長在職時にはこの政府の積弊があっても見ないふりをしたということなのか、それともない積弊を企画査定で作り出すということなのか答えなければならないと指摘した。続いて、そして現政権を根拠なく積弊捜査の対象不法にしたことに対して強い怒りを表し謝罪を要求すると明らかにした。これに先立ち、ユン候補は中央日報とのインタビューで、失権したら前政権の積弊清算捜査をするのかという質問に、しなければならない、捜査されなければならないと答えた。またユン候補は捜査が政治報復に流れるのではないかという指摘に対し、自分たちの政府の時政権初期に言ったことは憲法の原則に従ったもので、次の政府が自分たちの不正と不法に対してはすることは報復なのかと反問した。国民の力側は論評を通じて直ちに反発した。国民の力の李良寿首席報道官はユン候補に向かって謝罪を要求したことは不当な選挙介入で遺憾を表するとし、ユン候補は普段の初心通り検察の政治的中立と法と原則、そしてシステムによる厳正な捜査原則を強調しただけと述べた。また民主党がユン候補発言の趣旨を曲解して政治報復フレームをかぶせようとしたが、これからは大統領と青瓦台が加勢するのかとし、ユンソクヨル候補の辞書に政治報復はないということを改めて確認すると強調した。それではネットの反応です。積弊で正しいだろう。罪を犯してなければ発狂する理由がないのに。ムンジェインは監獄に行くのが正しい。必ず政治報復をしなければならない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。